アメリカが、ついに、新型ステルス爆撃機 B-21 レーダーを発表、ロールアウトしたとの情報をキャッチしました。今回は、この34年ぶりの新型ステルス爆撃機 B-21 レーダーを詳しく見ていきますね。戦翼のステルス爆撃機としては、最新鋭になり、最強の爆撃機となり得る機体です。1年前から、ロールアウトは、もうすぐと引っ張っていましたが、いよいよお披露目です。中国の戦翼、ステルス爆撃機も、もうすぐロールアウトする、予定多分パクったと感じるほど同じでしょう。中身は月とすっぽんですけどね。B-21 レーダーには、無人での運用も、搭載とかいないとか。アメリカの現地時間で、2022年12月2月、製造元のアメリカ軍需航空企業大手のノースロップ・グランマン社のカリフォルニア州西部の施設にて、新型のステルス爆撃機 B-21 レーダーのロールアウトを告げる催しが挙行された。その様子は、SNS 上でも、事前に、リアルタイムでの公開が行われると告知されていたために、世界中の軍事関係者は、元より、多くの航空関係者の注目を集めていたが、いかにもアメリカらしい演出の中で B-21 レーダーの完成を知らしめた。このセレモニーは、まず、アメリカ空軍が現在保有、運用している B-5 にストラトフォートレス、B-1B ランサー、B-2 スピリットという3機種の実際の戦略爆撃機が、それぞれ上空をデモ飛行する形から、厳かに始められた。また、アメリカ政府からは、オースティン国防長官が、この式典に参加して、スピーチを行い、新型のステルス爆撃機、B-21 レーダーは、今後も変わらぬアメリカの、軍事的な優位性や創造性、そして、技術の革新を体現するものだと評した。加えて、こうしたアメリカ軍の揺るぎのない戦力は、今後の世界においても、抑止力として機能し、その状態を維持、継続していくことを示すものだと、新型のステルス爆撃機、B-21 レーダーに寄せる期待を、声も高らかに述べている。そして、ステルス爆撃機、B-21 レーダーは、ゲストを招いた施設内に、カバーをかけられた状態で、まず登場し、後に、そのカバーが取り除かれたが、機密保持のために、正面方向のみの披露に止めら、全体を俯瞰することは、できなかった。アメリカ空軍が、新型の爆撃機を披露したのは、同じノースロップ・グラマン社の B-2 スピリットを、1988年11月に公開して以来、実に34年ぶりのことであり、戦略爆撃機という、分野が、いかにニッチなものであるのかも感じさせる。今回、部分的とはいえ、10機が初披露された B-21 レーダーだが、やはり、先代の B-2 スピリットと酷似したフォルムをしており、コクピット脇のエアインテークがより、機体と一体化されたデザインであることが、視認できた。B-21 レーダーは、B-2 スピリットに比して小型化していると言われているが、現状では、使用、スペックの公開された情報はなく、数値的に把握のできる、定量的な比較を行うことは、未だ、当分先の話になるのだろう。ちなみに、B-2 スピリットは、全長が 21.01 メートル、全幅が 53.01 メートル、全高が 5.17 メートル、巡航速度が、マッハ 0.8、兵装搭載量が約17トン、機関部は、ターボファン方式4機を搭載し、航続距離が約12000km、乗員は2名である。B-2 スピリットは、初の戦力構造を持つステルス戦略爆撃機として、1997年からアメリカ空軍に実戦配備が行われた機体だが、すでに6年前の1991年に旧ソ連邦が崩壊を迎えていたため、
時期的に恵まれないタイミングでの登場となった。もともとの当初の計画では、ビーニスピリットは総数で132機を調達することが想定されていたが、旧ソ連邦という最大にして最強の仮想敵国が消滅したことは、同期とノースロップ・グラマン社には誤算となり、大幅に調達数が削減された。実に、その世界的な軍縮ムードの到来によって、ビーニスピリットの調達は、わずか21機にまで削減されてしまい、このことは、同期の1機あたりの単価を大幅に押し上げ、最終的に、それは、1機2000億円相当という、膨大なコストに反映された。B-21 レーダーは、戦略爆撃機として、初のステルス性能を持たせた機体であったが、少数の生産に止められたことで、結果的に単価が高騰しただけでなく、そのステルス性能の維持に要するメンテナンスコストの負担も莫大だった。こうした点も踏まえて、今回の B-21 レーダーは設計されており、B-2 スピリットよりも小型化したことで、兵装搭載量は減少しているものの、製造やメンテナンスにおけるコストの圧縮にも、最新のデジタル技術が貢献すると言われている。それでも、B-21 レーダーの現時点での1機あたりの単価は、800億円から960億円に達すると目されており、計画上は、B-2 スピリットの3分の1程度に収めたいと考えられていたものの、キレよりは、若干高騰している印象がある。現時点では、アメリカ空軍では、B-21 レーダーを、少なくとも、100機、多ければ、174機にも及ぶ数を調達する方向だと見られており、前述した旧ソ連邦の崩壊に遭遇し、調達数を大きく削減された B-2 スピリットとは異なる展開が描かれている。その場合、アメリカ空軍では、現在運用中の B-1B ランサー45機と B-2 スピリット20機、2008年の事故で、1機は、すでに、喪失済みすべてを退役させ、B-21 レーダーと B-5 にストラトフォートレスの2機種に集約して、戦略爆撃機を運用することとなる。B-21 レーダーが、現在運用中の B-1B ランサー、B-2 スピリット、B-5 にストラトフォートレスという3種のアメリカ軍の戦略爆撃機と大きく異なる点は、それが対象とする最大の仮想敵国が初めて中国となった状況にあるだろう。これまでのアメリカ空軍の戦略爆撃機は、旧ソ連邦を常に最大の仮想敵国とする世界情勢の中で開発され運用されてきた経緯があったが、今後は中国と太平洋を挟んで対峙することが最大の目的となると思われる。現在でも B-1B ランサーや B-5 にストラトフォートレスの一部はグアム島に前進配備され、ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮への牽制を行う任務を担っているが、そうした傾向は今後一層中国を睨んで高まるものと推察される。ただし、中国は中長距離のミサイルを、かつてアメリカと旧ソ連を、現ロシアが軍縮条約の締結によってその開発が制限されていた期間の隙をついて多数配備しており、グアム島までも射程距離に収めている点は気がかりである。今の状況下ではいかにアメリカ空軍といえど簡単にグアム島に B-21 レーダーのような最新鋭の戦略爆撃機を前進配備するのはリスクが大きく、その防空体制をどのように確立させるのかという点も問題となりそうだ。そもそも、この2022年に戦略爆撃機を保有、運用している国家は、アメリカ、ロシア、中国と世界に3カ国しか存在しておらず、核兵器保有国が9カ国であることを鑑みても、非常に特殊な装備品だと考えておくべきだろう。
いずれは、そこにインドあたりが進出してくる可能性は高いと感じられるが、それ以外の国で戦略爆撃機を保有、運用しようという国が現れる可能性は薄く、甚だ限定的で贅沢な戦力だということができる。日本の場合、政治的には、大陸間弾道弾、攻撃型の航空母艦、そして戦略爆撃機が、自衛隊が保有することを禁じられた兵器ではあるが、多くの国と同様に、主力戦闘機を兵装によって、戦闘爆撃機化する選択肢は、残されている。ただし現在の、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達の意向等を見ても、政治的には、大きな反発も予期されており、いわゆる反撃能力の保有の是非を含めて、戦闘爆撃機たる兵装の装備は困難と言わざるを得ない。B-21 レーダーのロールアウトの報道に接した一部からは、日本も同様の戦略爆撃機を持つべきとする意見も聞こえてくるが、個人的には、それを試行するよりも、攻撃型の原子力潜水艦を検討する方が、優先度は高いと感じる。今の時代に戦略爆撃機を保有、運用することが可能な国というのは、膨大な軍事予算の投下が行える一部の国であり、少なくとも日本はそのような分野に資金を投じるよりも、先になすべきことが他にあるだろう。